から昔の背中掛けとか知らないでしょ、タックル1、タックル2とか。そしてですね、参加費3000円をお手元にご用意いただいた上で列の方並んでいただきますようよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。今日はですね、ダイワのアユイングバトルにいました。初めて挑戦します。頑張ります。さすがに知り合いはいないかなと思ったらいました。下見もやったよね。1回だけ、1回だけやりました。バスロッドで釣れました。1匹だけ釣れました。真下が細いです。あなんでちょっとやってみようかな。なんでなんでダイワイングバトル in 牧田川ご参加いただきましてありがとうございます。スタート順にスタートしたら、釣りをしていただいて、結構です。そして、釣りをしていただいてもですね、減量になります。減量、競技終了が12時。アユイングの第一人者木森テスターに一言いただきたいと思います。お願いします。皆さんおはようございます。アユイングバトルは今年元年なんですね。で、今年から始まる大会で、一応大会っていう方式になってるんですけども、僕個人的にはこうみんな楽しんで交流会的な感じで帰ってもらえたらなと思います。で、やっぱりこうアユイングを楽しむためにみんな集まってくれて、せっかく集まってくれたんで、もう来られた方同士仲良くなって楽しんで帰ってもらえたらなと思います。はい、僕からは以上です。楽しんでいきましょう。はい、OK です。OK ですか。はい、ご協力ありがとうございます。8番、9番の選手の方、はい、お願いします。じゃあ、なんと私の前は河野さんです。なんで河野さんがいるんでしょうか。今日初めてですか。どこ、河野アユイングは。いや、違う。違うんですか。いやらしいな。じゃあ河野さんについていきますわ。なんか隠しとりさ、秘密の場所を。はい、大丈夫。釣らなくて、釣ったらいかんやけど。はい、お願いします。はい、はい、頑張って、はい、さあ、どこ行けばいいんでしょうか。全くわかりません。上流はこの堰堤からで、下は、どこでもいいそうです。お、なんかいい背があるぞ。これでやるか。お、いいじゃん、棚があるじゃん。石裏の棚があるじゃん。よし、ここでやろう。この堰堤からずっと下流、下流はどこまででも OK です。まあ、とりあえず友釣りの感覚で、そういう流れを見てやろうと思います。はい、それでは始めます。タックルはですね、ですね、ロッド、リールは、どちらか、ダイワ製品に限るということで、レンタルができるということなので、借りました。アユイング専用のロッド、こういうやつです。で、リールは、これもダイワ製品、ルビアス、2500番。ルアーは、何でもいいんですけど、ダイワ製品は必ず1個持ってくださいということで、とりあえずルアーは、ダイワ製品じゃないですけど、とりあえずこのジャッカルのこれでスタートします。釣れるんでしょうか。とりあえず下のヨレか。とりあえずルアーを下流に流してステイさせて、ちょっと増水後なのでちょっとね濁りも入っているので見にくいな。これ赤飛んどらへんかな、吸い取るんかな。微妙に赤が飛んどるような。アユイングやるのはね、今日今初めてです。去年はですね、ノベザオで、アユルアやりました。で、このリールを使ったね、アユイングというのはまさに今初めてです。まあ、友釣りをやっているので、この川のね流れとかね、あと突き場とかね、まあ、そういう読みはねできるので、有利、友釣りやってれば有利は有利だと思いますけど、なんか考え方が甘いような気も。だってこれ
赤飛んどるよねこれ。今度はこの台湾のルアーですね。多分釣れんと思う。釣れる気がせん。はい、ルアーをね買います。台湾の昔からあるやつかな。去年これ延べ竿でやっていた時に結構これが一番調子良かったんですよね。あ、延べ竿ってやっぱりリールじゃやっぱり違いますね。選手の方どうなんでしょうか。釣れてるんでしょうか。なんか子供が釣ったみたい。すごいな。木森くんが後ろでやってます。今ねちょっと動画止めていたんですけどね、バレました。かかりました。もったいな。あー針が。でもかけることはできた。ん？ん？なんかめっちゃ重たいけど、かかったんかこれ。ただ引かれとるんか。ん？あ、流れか。渋いなこれは。難しい。先生、教えてくださいよ。教えてくださいよ。やりましょう。あれ見えないんですよね。見えないですよ。誰か釣れました？子供が釣ったね。子供釣ってましたね。他誰か釣れましたっけ？僕です。あ、釣った？どこで？ここあの上の女性の方の隣で釣らしてもらって。あ、本当？はい。マジで？はい。こっちかは？こっちかです、こっちかです。あ、本当？はい。何人それ？これルアーはどうやって釣る？あ、跳ねた。跳ねました。今ここ跳ねた。跳ねた。跳ねた。よっしゃ。この状況で一匹釣れたらもうめちゃくちゃ感動的やろうね、これ。もうチビでも何でもいいや、これ。まあ、やるとしたらもう、ここですよね。結構ね、ここの肩にね、キラキラしてるんですよ。一匹。多分、アユだと思うんだけどな。もう今、しつこく今そこ狙っているんですけど、アユじゃないかな。うぐいかもしれんな、あれ。あ、あ、あ、かかった。来ました、来ました。かかりました。かかった、かかった、やっとかかった。あー、バレた？バレた。バレた。残念でした。かかったよ今。めっちゃパーンと折ったもん。うーわー、バレました。尻尾やった。サイズはまあまあ大きかった。悲しいな。釣りたかったな、さっきの。どうした、小野さん。どうした。6? 6? 素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、判定いただきます。はい、はい、ありがとうございます。魚こちらに。お、次は5番。はい、ゼロ。静かに。エントリーさんゼロです。やかましい。中日スポーツよろしくお願いします。残念でした。はい、はい、何今日。有岡さんの総合審査。いや最後バレた20分前にさ。これありがとうございました。いいですかね。お願いいたします。はい、はい、皆さんですね、やっていながら、ね、一生懸命頑張っていただきました。じゃあ早速ですね、表彰の方をさせていただきたいと思います。じゃあ優勝者から、栄えある台湾アユウィングバトル in 秋田川、はい、第1回ですね、はい、はい、優勝者の発表をさせていただきます。優勝は河野敦也選手。大会委員長、今坂の方から表彰状が入ります。
表彰状2024大和アイウィング牧田川大会優勝河野敦也メダルの株式会社代表取締役社長鈴木和也代表です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。えーとですね、商品としてなんと PVX で、うわー、どうです。最高級や。それ違う、それ違う、それ違う。こっちや。はい、新しいですね、ダイワルコーラー。一番いいヒーロー6面シンクですね。PVX ZX 1500は景品です。はい、おめでとうございます。はい、そしてですね、今回、優勝の商品の一つとして、牧田川の漁協様からですね、なんと、来年の年券、来年の年券をもらえる権利をいただきました。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ、まず表彰台のところで、はい、そうしましたらですね、準優勝、第2位です。第2位、長田コンビ、笹井おさご選手、はい、おめでとうございます。笹井さん、笹井さん、はい、じゃあ、今から大会しておこうから、表彰状2024大和アイウィング牧田川大会準優勝、笹井おさご殿、以下同文です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。商品としては同じく新型のクーラー PVX、 こちら2面シンク SU ですね、1600は送られます。はい、おめでとうございます。それでは今のキーフでございます。はい、同じようにですね、また、牧田川漁協様の方からまた準優勝の方にもですね、来年の年券、来年の年券をいただいております。はい、はい、おめでとうございます。それでは第3位、超過3尾酒井武成選手、はい、はい、おめでとうございます。はい、表彰状2024大和アイウィング牧田川大会第3位酒井武成殿、いた同文です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。景品としてはですね、同じく PVX新型クーラーの S が1600円送られます。はい、おめでとうございます。そしてですね、ここには3位の方にもなんと太っ腹な増田科学教授からですね、来年の年金の権利が送られます。はい、おめでとうございます。で、なんとですね、今回、入賞を5位までという形にさせていただきますので、あと4位とですね、賞状はないんですけど、はい、5位の方まで発表させていただきます。はい、第4位長田、ここからはもうすごい設定です。2位中村久美子選手、中村選手4位中村さん、おめでとうございます。真ん中で、はい、でですね、負傷としてですね、ソフトクール EX800、 ソフトクール、これですね、実は軽いんですけども、コンパクトですが、すごい実は冷えるいいソフトクーラーですね。はい、おめでとうございます。はい、そして入賞最後になります。入賞最後第5位、同じく超過2尾あ、陽春選手、はい、おめでとうございます。ですね、ものとしては PB ショルダーバッグですね。はい、PB ショルダーバッグ、はい、タックルとか入れながら防水になるショルダーバッグですね。これは送られます。はい、ありがとうございます。じゃあまずはですね、ここで、撮影タイムをさせていただきたいと思います。上位3名の方、賞状を前に、出していただいてですね、はい、河野さん、ガチ、はい、はい、あの特にカメラっていう人はあの誰か合図してくださいね。はい、いいですか、こっちお願いします。はい、手を挙げてます。手を挙げてる方、はい、ニコッとそこに向かって、はい、はい、はい、OK です。えもないの、あ、すみません、選手の皆様、役員の皆様、お疲れ様でした。本当に天気もね、とりあえず持って、特にですね、熱中症、
何もかもなく、怪我もなく無事終えたことを本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。それでは、なかなか厳しかったこのね、昨日の大増水からの減水でね、1、2、3位の方に、ちょっとインタビューさせていただきます。そしたら3位からいきましょうか。どこ継ぎました？僕はこの下の園庭の、はい、テトラの園庭 の、はい、ちょっと下流の背の中で、背の中を、そうです。それ私が釣ったとこ、あ、そうですね、有岡さんが最初やったとこですか？その、うん、あ、自分のところじゃなくてずれたところですね。あ、そしたらまだよかったですよ、はい、もしね、自分の入ったとやられたらやっぱりね、ちょっと具合悪いでしょ、自分と、ね、入れ替わらないかもね。はい、それ仕掛けは、竿からいきましょうか。竿は、シーバスハンター X。 シーバスハンター、そうです。リールは、リールは EMM です。はい、はい、ライン、あ、ラインは、ラインは、1号なんで、B の1号で、B の1号で、リーダーが、リーダーがナイロン 1.5号。あ、ちょっとライロンバランス的に、まあ、シーバス用だから、そうです。で、肝心要のルアーは、ルアーはスティーズのミノです。スティーズですって。あのアイウィングのルアーはなぜダメなんですか？あのシルバーが僕好きなんですよ。あ、基本的に好みの問題で、結構他の河川もなんかシルバーが結構釣れるんで、僕はシルバーのルアーを、はい、そしたらやっぱシルバーのルアーがいいみたいなんで、スティーズ買いに行ってくださいね。はい、ありがとうございました、はい、おめでとうございます。そしたら、2位の方、はい、前すみません、はい、どうですか、どこで釣られました？和田橋の少し上流側です。それは瀬ですか？はい、瀬とチャラ瀬みたいなところと、あ、はい、なるほど。今回これ増水してますよね。流進で来ました？浅い側、浅い方でやっぱり、はい、竿は何？竿はアユイング X のベイトの、はい、ベイトですね、はい、ああいうの、93ですか、90です、ね、90ですね。なるほど、はい、ラインは、ラインは PE の 0.6 に、はい、リーダーが1号、はい、ね、ルアーは、ルアーは、はい、リップライザーっていう、はい、あのブラックボス用のルアーなんですけど、それは台湾ですか？台湾じゃないですちょっと担当の方大丈夫ですか？これはあのですね、2位の方がその他社メーカーさんの姿、これ覚えておいてくださいね、大研究ですよこれは。うちのルアーじゃないって方はね、今度もっといいやつ出しますんでね、はい、それちょっといろいろ教えてください。和田橋のとこって、はい、水深すごく浅いんですよ。で、あの大和さんのアイウィングミノとかやと、はい、あの潜りすぎて底をガン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 なるもんで、やっぱりブラックバス用のもう本当に潜らないやつを、そう、あ、そうです、そういうやつを使って釣りました。なるほど、わかりました、それ大研究させてもらいます。ところで針なんでした、針、そういったら針、はい、どれぐらい変えてます？頻繁に、頻繁に何本ぐらい変えました？4回ぐらい。4本ぐらい針は、同じぐらいです。4回ぐらい変えました、はい、ああ、そしたら割とみんな上手で、根がかりしないようにしないように使ってて、はい、わかりました。とにかくそしたら台湾のシャロー系のルアーはダメだということですね。ないということですか？はい、95SF の、はいはい、フローティングモデルがあれば使います。わ、はい、かりました、それちょっと担当の方と大研究させていただきます。はい、ありがとうございました。さあ1位ですよ、この方知ってる人います？ああいう釣りやってる方いますよね、天才コーナーズや、ね、これ本当すごいんですよ、友釣りやって。どこ釣ったのか、これズバリ聞いてみましょう。はい、河野さん、ご無沙汰です。はい、どこ釣りました、河野さん。ちょっと、いや、もっと言ってあげて。増水した後の引き水で、うん、残り垢狙い。はい、であの、このエンテのサガンベラの、あの、鮎が磨いているところ。ね、ね、増水すると遡上するから、どうしてもエンテで一回止まるから、はい、って、徹底的にやったみたいです。そこ。そこと、あとはあの天然塗料があったので、うん、白泡の中、おお、浅い位置から狙いながら、はい、そこでやっぱりあの小さい鮎は天然塗料は止まってたので、そこ狙った場所はそこ。あ、これ考えた方います？塗料の状況とか、あれ
で友釣りの方はなんとなく分かるはずなんですよね。でもアイングの方これは本当に大事なことなんで、まあいろいろ聞いてみてください。え、サオはこれ、え、アイウイングミノーの X、 アイングのやつね、 X のやつ。リールは、リールは名前は1000万ぐらい、2000 P の、それで P の零五で、リーダーが 0.、うん、あのフロロの 0.6。 もう細い。あれルアーは、え、ルアーちょっと待って、他社メーカーちゃうよね。違うよし、はい、ちゃんと言わなあかんから。ハイウィング TD、 あ、 TD ミノー、ミノー、あ、全然あれをベースにハイウィング作ってるんで、 TD ミノーで、うん、そこにあのちょっとあの板重りをかまして、ああちょっともっと安定させるように、うん、安定させるように。針はで実際作ってたのは、うん、あの新アユの友釣りで使うシンカー、はい、シンカーをあのルアーの上20センチぐらいにつけて、そこでルアーが浮き上がらないように、浮き上がらない、そこで止めておくように。やっぱりアユシや、お天才や、ね、それでそれで十分、はい、ありがとうございました。はい、あ、お、これね、じゃんけん大会します。お、さすが、わかりました。そしたらこれは私も入っていいですか。はい、全員で、そしたらもう全員でやるみたいなんで、はい、はい、これは、優勝者、それ並びに、5位から1位の方、おめでとうございました。そしたらまた来年もね、開催するかと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。優勝の選手の皆さんに拍手の方お願いします。ありがとうございました。僕の方もちょっと差を出させてもらって、川の様子を見てきました。で、やっぱり増水後からの、苔が飛んでしまってるっていう状態で、なかなかやっぱり厳しかったのかなって思います。で、そんな中でもやっぱりきっちり苔残ってるところに立ってはる人がやっぱり上に登ってたっていう、やっぱりその見極めがやっぱりすごいなっていうふうに思いました。で、今回はこうたまたま川がこう苔飛んであれなんですけど、まだこの流れもいい流れがいっぱい流れてるんで、もっとあったかい日が続けばどんどん釣果も上がってくると思うんで、ぜひまた皆さん牧田川に遊びに来てもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ですね、それではまだまだあります。順位賞、飛び賞があります。飛び賞があるんですね。はい、おめでとうございます。プレーセタックルバックの36のアツカ選手、ナオナツカ選手、はい、おめでとうございます。はい、景品はブーツバックですね。はい、濡れ物とか、今日もですね、立ちこで濡れました。はい、これを入れて帰るのにちょうどいいブーツバックですね。はい、おめでとうございます。はい、おかげさまで、皆さん無事にね、帰宅いただきまして、この表彰式まで、終えることができました。本当にご協力ありがとうございました。まあ、この後ちょっとね、天気も微妙ですけれども、でもストレーションうんぬございますので、まあ、ぜひ、ね、そこで引き出しもね、皆さんの歩みの引き出しも増やしていただいて、今後につなげていただければというふうに思います。で、それをですね、また周りの皆様にですね、ぜひ広めていただいて、このアユイングというのをもっともっと盛り上げていければなというふうに思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当、本日は一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。パー、パー勝った、パー勝った、パー勝った。はい、パー勝はグー、チャンピオンホイ。おお、パー勝った、パー勝った、パー勝った。4人で行きます？ 2 人で行きます？ 4人で行こうか。4人で。おお。最初はグー、じゃんけんホイ。ちゃくそ。はい、おめでとうございます。じゃんけん大会出して違う商品持って帰る人初めてだ。すごいわ。初は取るわ、ね。はい、おめでとうございます。そうしましたらですね、今回のチャンピオンの特別賞さん、なんと PVレックス ZS1600、 これ後でカタログ見てもらったらめちゃくちゃ高いですから。はい、6面シンク。はい、欲しい人。はい、はい、はい、欲しい人。はい、じゃあ全員手を挙げてください。はい、立ち上がって。
はい、立ち上がって手を挙げてください。欲しい人全員参加じゃないの？全員参加、全員参加 OK？ そうですね、全員 OK？ はい、じゃあ、いる人、欲しい人全員参加 OK？ はい、手を挙げてください。いきますよ。最初はグー、じゃんけんホイ。よっしゃー、よっしゃー。まだいっぱいいる。はい、いきますよ。最初、いくよ。またパーじゃない。じゃんけんほい。くっそー。じゃんけんほい。はい、おめでとうございます。どうした、河野選手から。おいたんか、めっちゃ嬉しい。すごい、ありがとうございます。はい、ちゃくそー、負けた。はい、はい、じゃあここもよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。